イスタンブール大学はトルコのイスタンブールにある国立大学である。メインキャンパスは旧市街中心部のバヤジット広場に面する。現在、上海交通大学が発表している世界大学学術ランキングにはトルコの6大学がランクインしている。その中でイスタンブール大学は2006年より全世界の上位500大学に アジア太平洋地域では100位以内にランクインしている。イスタンブール大学の起源はかつて東ローマ帝国が設置していたコンスタンティノープル大学に求められる。この大学は東ローマ帝国の滅亡とともに消滅したが、1453年5月30日にオスマン帝国によりマドラソが設置された。1845年から科学の館を意味するタリュルフヌンという名称が 用いられるようになり、1863年に、オスマンのダリュルフヌンを意味するダールフヌン、アイオスマニという高等教育機関に改組された。しかし1871年に抑圧され、1874年に、当時の大宰相であったメフメトサフェットパシャによって、スルタンのダリュルフヌンとして再開したが、これも1881年に閉鎖されてしまった。1900年9月1日に、 帝国、ダリュルフヌンに解消され、数学、文学と進学課程が開始された。1912年4月20日には、イスタンブールダリュルフヌンに解消され、各課程の設立とカリキュラムの近代化が開始された。1922年から始まったトルコ革命の影響を受け、1933年8月1日に、イスタンブールダリュルフヌンは、 現在のイスタンブール大学に開祖された。本部キャンパスは、旧市街地のバヤジトモスクの向かいに位置する。その他にも、ベズネジュレル、アウジュラル、バフチェキョイ、チャパ、ジェラパシャ、カドゥキョイの各地に、キャンパスが立地する。バヤジトの本部キャンパスへは、イスタンブールトラム T15000 のベイアスと、コポールサース駅か、ラレイリー・ニーベルシテ駅が、最寄り駅となる。ありがとうございます。